ラックスクーリーレンダーはラグゲンダーの後継であり物理的に正しい画像合成を行うためのフリーでオープンソースソフトウェアのレンダリングシステムである。プログラムは Linux、MacOS、Microsoft Windows 上で動作する。ラックスクーリーレンダーは 3D レンダリングを特徴とし、またモデル、マテリアル、ライト及びカメラを含むレンダリング対象シーンの作成を 他のプログラムに頼る。このシーンの内容は、その後、ラックスクーリーレンダーでレンダリングするためにシーンを作成したアプリケーションからエクスポートされる。完全に機能するエクスポーターはブレンダーで利用可能である。ラグゲンダー時代は、ダススタジオ、3DS Max、チネマ 4D、マヤ、スケチャップ及び XC 向けのエクスポーターも存在した。エクスポートされたファイルを開いた後、 ラックスクーリーレンダーはシーンをレンダリングする。後処理設定を様々にまさぐることは、視覚ユーザーインターフェースおよびシーン制御ファイルを通して設定可能である。ラックスクーリーレンダーの大きな特徴は、画像がまだ処理されている最中にユーザーが異なるライトのバランスを変更できることである。ラックスクーリーレンダーは、物理ベースのレイトレーシングプログラム PBRT を 元にしている。p b r t はとても能力があり、よく構造化されているが、学術用途に注力し、デジタルアーティストにとって使用が容易でない。p b r t は BSD ライセンスの下でライセンスされているため、p b r t のソースコードを元にして新たなプログラムを始めることが可能であった。2007年9月、そのオリジナルの開発者の恩恵により、プログラマーの 小さなグループはその方法を行った。新たなプログラムはラグゲンダーと名付けられ、アーティストの使用に注力することとなった。その初期段階より、このプログラムは世界中のごく一握りの様々なプログラマーを引き付けた。2008年6月24日、ラグゲンダーの最初の公式リリースが発表された。これは一般大衆が使用可能となったと考えられる。 最初のリリースであった。2018年、ラグゲンダーは古いコードベースを捨てて、ラックスクーリーレンデラーとなった。ラグゲンダーでの学校の内装のレンダリング。モデリングはブレンダー。バージョン0.8時点のラグゲンダーの主要特徴は以下を含む。ありがとうございます。